7日投開票の東京都知事選に立候補し、落選したが得票2位と検討した前広島県秋田方市長の石丸真嗣氏41が14日、自身の公式 YouTube チャンネルで生配信を実施、自身の女、子供発言に対する批判に反論した7日のフジテレビの選挙特番で石丸氏は、元乃木坂46の山崎玲奈27 の容量を得ない質問を大変申し訳ないのですが前提の下りが全く正しくないなというふうに感じましたよと一周11日にテレビ朝日の情報番組でこの態度を問われ真剣勝負で切ったら相手しないも持ってなかったみたいなただあれはもう一回あの場にいても同じふうにやっちゃうんですそれは女子供に容赦をするっていうのは優しさじゃないと思ってるまあ もっと優しく言ってあげればよかったのかな。頭をポンポンってやってあげる感じがよかった。それも失礼ですよね。やっぱり失礼じゃないですか。相手もプロとしてあの場にいらっしゃるんだったらと答える様子が放送された。この態度に一部界隈から、みそじに、女性蔑視、などと批判が起きた。石丸氏は生配信で、この件に対して反論。あれは文脈がある。 真剣勝負っていう話をして、時代劇風だと女、子供という話をその中で出して、女子供とて容赦せんっていう言葉があるじゃないですか。これ日本人ならわかるでしょ。それがいけないっていう話をしたわけですよ。そこからそれが女性差別だっていう、その論理の飛躍はすごいな、と一刀両断した。さらに、 あれ皆さんが言うには左翼的な方が切り抜き、上げ足取りで批判をしてるっていう風な解釈があって、まあ気持ちは分からなくないんですけど、そういうことをやってるから支持が広がらなかったんですよ。いい加減、反省した方がいいですよ、と皮肉を見舞った。